アニメーション実技試験は、課題から指示を読み取り、CG アニメーションを制作する実践力を測る試験です。アニメーターや CG デザイナー、モーションデザイナーを目指す学生に、特におすすめです。受験者が制作したアニメーションは、アニマ、オレンジ、カラー、3次元、デジタルフロンティア、ポリゴンピクチャーズの6社が審査し、採点やアドバイス、全国順位をフィードバックします。11月上旬から末にかけて、受験エントリーを行います。個人受験か団体受験を選択してください。なお、団体受験であっても学生個人のお申し込みが別途必要です。エントリーが完了しましたら、12月中旬、メールで課題内容を送信します。レギュレーションや絵コンテなどをよく確認してから、制作に当たってください。課題提出締め切りは、1月中旬です。結果を記載したフィードバックシートは3月上旬に送付します。アニメーションの採点は、基礎評価 50%、企業評価 50% に分かれています。基礎評価はポージング、アニメーションなどの項目を採点します。また、企業評価は各社の新卒採用レベルを基準として採点が行われます。以上の合計点数が最終結果となります。また、採点評価とは別に、多くの企業が全作品を見て、お気に入りの作品にいいねをつける、いいね評価も実施します。この結果はフィードバックシートに掲載しますので、ぜひ今後の制作や就活の参考にしてください。過去の受験者の声は、ホームページにてご覧いただけます。様々な感想を参考にしてみてください。受験の定員は400名までです。受験を希望される学生の方は、お早めにお申し込みください。エントリーの受付は11月末頃までです。詳細はアニメーション実技試験ホームページをご参照ください。皆様のご応募お待ちしております。